ハルキ島はギリシャのロドス島の西6キロメートルほどに位置するドデカネス諸島の島。面積は28平方キロメートルでドデカネス諸島の有人島では最も小さい。ロドス県ハルキ市に所属する。人口は季節により変動するが2011年の国勢調査では478人で唯一の村であるエンボリオ村に集中している。コミュニティは ホリオとエンポリオの二つの部分に分けられる。作家の村上春樹は遠い太鼓の中で自身と名前が同じという理由で春樹島を訪れた様子を記している。また、後のスプートニクの恋人はロドス島の近くのあまりにも小さくて形もよくわからない島が舞台の一つとなっている。また、この島の周囲には春樹エビという固有種のエビがおり、 体長5から6センチメートルの真っ赤なこのエビは、食用として親しまれている。かつてははるかに大きな人口を養っていたが、20世紀半ばの移民で堀尾村は、ほぼ完全に放棄された。相当数の島民が渡ったフロリダ州、ターポンスプリングスには、今日もギリシャ系アメリカ人のコミュニティが存続している。中世の西洋派の騎士団の城塞から、 旧市街やフレスコ画の残る礼拝堂を見渡すことができる。春木市は周辺の当初を含む総面積37.043平方キロメートルの市である。そのうち最大の島は北東のアリミア島である。漁業も重要だが中心的な産業は観光である。湧水がないため雨水を大きな貯水槽で蓄えている。 飲料水はロドス島からもたらされるが人口の増える火期には不足する可能性がある。ありがとうございます。